ボンジュ。パルルチャンネルのヒデオです。出土してごめん。これはただの埴輪ですね。ああ、俺はそうやった。本日の企画は、同志社大学生の英語力調査。はい、ということで、我々ね、パルルチャンネル、同志社大学生でございますけども、同志社大学入試をする上で避けて通れない科目といえば、英語なんですけど、英語をね、しっかり勉強してきた我々なんで、英語に触れてない現状でも、しっかり英語力があるということをね、今回は視聴者の皆さんにお伝えしようと。今回は国光くんにテストをね、作ってきてもらってるんで、今回はそれで英語力を測っていこうかなと思います。英語のね、テスト、問題やねんけど、二人がね、受験期に実際使ってた英単語帳から出してもらってるんで、今回はこれで対決ということで。覚えてるかどうかっていうことね。まあ、コンディションにしてやから、俺ら二人、受験終わってから、この単語帳開いてないっていう。そうね。ブラックボックス。パンドラの箱。まあ、これが同志社大学生っていうのをね、見せつけたいと思います。ということで、今問題配ってもらったんでね。そして謎のね、シャーペンと消しゴムも用意されてますが。試験仕様や、しっかり。大学あ、の。ちょっと私としたことが、つい癖で、すいません。ポケットティッシュ大丈夫？中身出して机の上に置いとくとか。5分かな？今から解いて。で、終わったら、国光に採点してもらうっていう感じで。了解。で、ちゃんと名前書けよ。氏名を。書いておきます。やっぱテスト大事やからテな。スト大事やな、間違いない。ボケたらあかんから、絶対。任しとけって。さあ、行くぞ。終わった。やば。そっか、あいつ試験官のくせにペンねえんだ。クソったれがよ。ということで、テスト終わりました。採点も終わりました。まず手応えいかがでした？ 正直、20問あったかな。20問ね、20問10問20問あった中で、本当に自信あるのが2つぐらいしかなくて、 絶望的ですね。ほんまに分からなかった、マジで。まあ難しかったね、正直。なんか自分がやってた単語帳で見覚えはあんねんけど、出てこなかった。ね、そう。完全に記憶から削除されてたのもあったし、本当にうっすら覚えてて、思い出すのに時間がかかったけど、最後まで思い出せずっていうものもありましたね。なんか初めましてやって、初めましてやってな。もう初対面、初対面。そう、結局。同窓会の気分ね。誰かわからんみたいな。そうそう、誰かわからんみたいな感じ。まあ、とりあえず点数まだ見てないんで、ちょっと確認しよう。外リーサなんですけど、名前が。なんかリーサちゃん、なんかリーサの、対義語になってしまっ対義語、て、ちょっとアウトドアなリーサになってしまったの。まあ、外リーサは私の点数、5点でございます。私、ぺったんあーいの得点7点です。ヨネダ入ってるから。なめそこな、しかも。コンビ名いじるから、そのままツッコミの方持ってこへんから。7点か。7点。いや、まあ、ちょっとね、なんか答えもね、あるから、一応答えも照らし合わせてみましょうか。まあ、答えをね、見て、まあ、ちょっと何回は抗議しよう。抗議して、点数上げてもらって。おい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 。どうした、どうした。ねえねおい、おおい。 え？おいおいおい。嘘でしょ。そういうことやったんや。なぜ彼らがこんなにも慌てているのか、その理由はすぐにわかります。以上、古くない畑任三郎でした。もうなんか、それぞれ問題でね、その上と下で、俺と秀夫が使ってた単語帳に分かれて、そうですね。10問ずつあるはい。って。で、国光は始まる前に、サービス問題を2問作っておいたよと。
そうですね。言ってたな。サービス問題って聞きました。サービス問題。確かにサービス問題と聞きました。モンスターハンターに登場するモンスターの名前の英語での呼称が問われています。おい、いい加減にしろ。誰がわかんねん、これ。ドスランポスに至ってはもう終わってるからね。チョイスがな、なんか、謎やな。ランポス要素はゼロやし。ベロシドローン。ベロシドローン。ベロシドローン。ドロームがドス。じゃあまあ一個ずつちょっとね、例外を置いといて、はい、ちょっと確認していきましょうか。まず、棒ね、棒。こちら、お辞儀とか、お辞儀をするみたいな。はい、まあ、これはなんか、記憶に残ってた。うん、俺これは分かってた。で、二つ目はこれ、フィアース。フィアース。はい。フィアース。こちらなんか、激しいっていう意味らしいです、ね。はい。イリゲーションね。こちら、灌漑ってなって。これは普段使わないよね。いやー、これは覚えれないね。農家の人しか使わへん。農家の人間はイリゲーションを絶対覚えてください。次、リゾートね。一応訴えるっていうのが模範解答で、はいはいはい、僕はリゾート地のリゾートって書いたんですよね。僕はもう浜辺行きましたね。なんで？いやもうリゾートやだから。いやじゃあリゾートって書けばよかったよ。リゾートで丸もらってんのおかしい。スフェアね、スフェア。こちら球体という意味でございます、ね、プロミネント目立ったところ。これはね、なんかちょっとで、見覚えはあったんやけど、出てこないんですよ。そうこれはね、なんていうの、佐藤ですね。これもちょっと覚えてましたね。これは大丈夫。パフォーね。パフォー。これサービス問題。これが本当のサービス問題。これ、そう、こういうことで。俺は演じるって書いて丸もらってるんで、まあ、パフォーマンスとか。まあ、そんな感じのね。だからもしかしたら同志社大学の入試でなんかサーカスのなんか文章みたいなの出てきてパフォーム出てくるかもしれないから、うん、意味なのねえよってやめてでカワードね、こちら臆病者っていう意味ございますけど、やるな、俺は全然。いやこれはね、なんか俺の使ってたあのリープっていう英単語帳に、なんかカワード、カウカワードみたいな、なんか牛、このカウが牛っていう語源らしくて、はあ、そっからなんか来てるみたいなのを書いてて、それで覚えてたっていう。いや受験生にこれね、一つヒント、語源から覚えるの大事。あ、それね、語源大事。語源は結構重要。覚える一つのコツ。それでなんか派生語も覚えられるしか、うんうん、で、全て忘れた人間がここにパルレチャンネル。鉄壁の方行きましょうか。鉄壁ね、なるほどなるほど。グリンプス。グリンプスね、まあ、答えてないんですけど、チラリと見るっていう。へえ。そうなんですね。使ってたんでしょ。いや全然知らない。はじめましてやった。アキュース。アキュース、ね。これはね。え？それは訴えるっていう。ああなるほど。グロス。グロスね。私草って書きます。ああそっち行っちゃったのね。これ思い返してみればあのグラス。はい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 。の方。それはグラス。カットして。バルタン星人して。バルタン星人。総計のね、総計のって合計みたいな感じで、そういうことね。なるほどなるほど、まあ、これはね、なんか統計的な文章で目にするかなと。でボアね、ボア、退屈させる、退屈にさせる、はい、これ簡単やったな今思うと。 I'm bored、 退屈、私は退屈ですっていうの。もう俺なんかもう分からなすぎて今出川って書いちゃって、最寄り駅書いちゃって終わってんなあかんあかん。おー、ティルグリム。これはね、俺自慢じゃないけど、本当に初めまして。俺も初めまして。の単語やって。全然知らない。初めて見たわ、こんなん。知らない。巡礼者っていう意味らしいんですけど、まあ、もしかしたら、同志社大学の英語で、なんかキリスト教関連が出てきたら、あるかもしれない程度かな。うん、ねえよのツッコミ待ちなんですけど。ねえよ。ディフィシット。赤字。なるほどね。赤字ね。借金っぽいイメージはなんとなく浮かんでたけど、ちょっと赤字は出てこなかったかな。フラジオ。フラジオだね。壊れやすいって言って。壊れやすい。僕、脆いで丸もらってます。コンピーターって読むのかかな。コンピーターね。有能に、ああ。有能か。そうだわ。そうなんや。
そうだわ。見覚えはあったんか。あるある、言われたらわかる、うん。なるほどね。これスライブですね。スライブ。反映する。へぇ。はじめましてだね。はじめましてやな。大丈夫使ってたんでしょやっぱ使わないと忘れちゃうから。開き直らせてもらうけど、この際人間ね、人間もつかなくて忘れるから、まあ、俺らほんまに受験終わってから開いてないな、うん、あの単語帳言い訳やけど、うん、使ってないんですよ、皆さん、はい、こんなもんですということで、私5点で私7点で、俺の負けですね、これ。いやもう同志社大学の負けや